月収を20万円にしたくて、まあ、それもサポートしていただきたいと思っております。なぜそこでデザインに道なんかどうかしたいのかってなったのかっていうところの2点ちょっと聞きたいなと思います。自分で仕事を取るっていうところがとても自分では苦手に感じます。エルストップのドラ開始したいと思います。本日のトラ5名の方をご紹介改めてさせていただきたいと思います。お一人目が株式会社エクセリーの中村誠さんです。はい、お二人目株式会社マネクル幹部の高橋様、はい、3人目が株式会社マネクル代表の田久保様、はい、4人目がストックさん創業者の株本様、5人目が株式会社マーケリンク代表の堤さん、はい、この豪華な5名ですねお送りさせていただきたいと思います。まず簡単にルール説明をさせていただきます。今回こちらの席にですね、志願者の方が座っていらっしゃいます。志願者はですね、Lステップのプロ、すなわちトラ5名に対してLステップを使ってどのような目標を達成したいのかということをプレゼンしていただきます。プレゼントは言いましても、志願者の方がずっと話すのではなく、基本的にはトラとのボンドになります。プレゼン時間は35分、35分を超えた時点で強制終了となります。プレゼン終了後、5名の L ステップのトラがサポートしたいか、サポートしたくないか、ということを判断していただきます。5名の L ステップのトラのうち3名以上がサポートしたいとなれば合格です。逆に2名以下の合格となってしまった場合には不合格となってしまい、Lステップのトラのサポートを受けられなくなります。最後に合格となった場合についてです。3名以上のLステップのトラからサポートしたいとなった場合、今度はLステップのトラ側からどのような形でサポートをするのかということを簡単にご提示いただきます。その条件を各Lステップのトラから聞いた上で、最終的にお一人のサポートを受けるという形で絞っていただきます。ルール説明は以上になります。では、Lステップのトラをスタートします。プレゼンを始めてください。大阪から来ました。会社員の平井よしみと申します。私は、Lステップ構築もできるラインデザイナーとして活躍したく、今日チャレンジさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、3分ぐらいでちょっと自己紹介させていただきたいんですが、お渡ししたいものがあります。手が込んでますね私は前職歌手として、はい、活動しておりました。全国の大学祭に出演して、学園祭出演数ランキング1位を5年連続獲得しまして、学園祭クイーンとしてスポーツ紙一面を飾ったり、テレビ番組で密着取材を受けるなど、まあ、そういう活動をしておりました。でところが、こう活動を続けている中でちょっと喉の調子が悪くなり、ある日歌が歌えなくなって、その活動を続けられなくなりました。その後ずっとお世話になっていたボイストレーニングスクールで裏方のジムスタッフとして働かせてもらうことになりました。それが現在の会社、職場になります。で、そのスクールで約1年ぐらい前に L ステップっていうのを初めて私が知りまして、これなんとすごいツールなんだっていうふうに感動して、まあ、そのスクールのアカウントに取り入れたかったんですが、まあ、構築料が高額っていうこともあり、社長の方から許可が降りず、導入をちょっと断念していたところ、ちょうど営業の方が来られて、制作実績にする代わりに L ステップの構築タダでしてあげるよという、はい、そういう方が現れて、もうタイムリーチャンスだと思って、まあ、即お願いして L ステップのプロプランを契約しました。まあ、ですが、その構築に至るまでに音信不通になってしまって、こう裏切られてしまう形になり、契約したものの何もない状態っていうことで、もうこれは信じた私が悪い。私が自分で構築しようって思ったのが、この L ステップとを学ぶきっかけになりました。それから私は YouTube で、まず堤さんの動画を見つけて、すごいわかりやすくて、一通り構築の勉強させてもらいながら、同時にデザインの勉強も独学で
してアカウントをまず完成させました。まあ、初めは致し方なくスタートしたその学びだったんですが、やってみてすごい楽しかったのと、こう刺激になったので、なんかもっといいアカウントが作れるのではないかな。もっと深い学びを受けたいと思い、マーケティングサロンのエルサロンに入会して学びを深めました。で、この春、そのエルサロンで開催されたイベント、デモアカウントを作った、まあ、そのコンペ大会で、見事優勝することができまして、はい、もっともよりこうエルステップを広めたい、もっと関わっていきたい、まあ、それで副業もしたいなっていうふうに考えるようになりました。その中でも私はデザイン領域を強みにしたいと思っております。構築もできるラインデザイナーとして月収20万円を目標に頑張りたいと思っております。そして、まあ、何歳からでもこういう学びが受けれるということだったりとか、副業をして人生豊かになれるということを同世代の方に伝え、こう勇気を与えていけたらなと思います。まあ、その中で今日とてもチャンスだと思ったのでチャレンジさせていただきました。私には L ステップ界でまだ何の実績もありません。全て独学なのでコミュニティもありません。どうか虎の皆様、私のポートフォリオの看板となるような実績になるようなお仕事をいただけないでしょうか。どうか学園祭クイーンならぬエルステップクイーンになりたいです。サポートよろしくお願いします。ラインさんのスピーチで終わりそうです。じゃあ今回そのサポートしてもらいたいということなんですけど、その目標というか何をサポートしてほしいかみたいなところってありますか？そうですね、半年後自分の副業の月収を20万円にしたくて、まあ、それもサポートしていただきたいと思っております。まあ、LINE の、 そのデザイナーをやりたいってことなんですけど、はい、デザインの実績ってどのくらいあるんですか？デザインの実績はまださほどなくて、デザインを今から勉強されるってことですかね？勉強はしておりまして、自分が働いているスクールのアカウントのデザインと、Lサロンで入ったそのコンペ大会でのデザイン、あといくつかのデザインは経験があります。堤さんのところで何か優勝されたっていうなんかことなんですけども、はいはい、何がこの評価が良かったんですかね？デザインって言われてるんですけど、デザインが良かったってことなんですかね？僕がまあ実際に評価したわけじゃないので、ちょっとご自身の口からぜひ説明いただければ嬉しいです。はい、デザインのみっていうわけではないと思うんですが、1ヶ月半かけて、架空の店舗をイメージしたデモアカウントを作りまして、その課題に対する施策であったりとか、それに対する構築の内容とか、まあ、分かりやすさとか、あとデザインも含めての総合評価で一応1位をいただきました。うん、実際に今その働かけてるそのボイトレスクールですか？はい、ではどんなアカウントを作ってで、なんかどういうふうにその作ったアカウントが効果をもたらしたかとかっていうところを聞きたいのと、はいはい、まあ、なんかまだちょっとその L ステップの機能に感動したっていう話から、はい、そのデザインになんか特化するっていうところのストーリーっていうか、はい、なぜそこでデザインに振り地なんか特化したいのかってなったのかっていうところ、この2点をちょっと聞きたいなと思います。はい、ではまず、スクールのアカウントの方なんですが、このスクールはボイストレーニングのレッスン、音源写生のレッスンだけではなくて、レコーディングであったりとか、いろんなサービスがちょっと多いんですね。で、実際にすでに通われてる生徒さん、まだ来られたことのない生徒さん、歌に興味はないけどレコーディングだけしたい人ということ、属性がすごい細やかだったので、プロプランに契約してるので、リッチメニューのタブ分けをしてスコアリングを組むことで、まあ、その方がどの属性の興味があるのかっていうのをスコアリングで測って、あとウェブサイト、 YouTube、Instagram で集客してるんですけれども、まあ、その媒体によって叶えたいというか考えられてることが違うと思うので、まあ、それに合わせた、流入経路に対したお友達追加にして、すぐコンバージョンできるような経路を作りました。で、効果の方は全部フルで今作り直したのがこの11月にアップしたので、感覚的にはちょいちょいっていう感じなんですが、その数字的にはまだ現れて発表できない状態になります。はい、まあ、なんか普通に多分一通りの L ステップの機能を、はい、まあ、覚えられて、はい、まあ、店舗に導入をして、まあ、それを運用しているというところが、はい、もし、まあ、あるんだったら、はい、普通に L ステップ
ップのなんか運用とか構築だけでも別に20万だったら普通にいけるんじゃないかなと思って、そこからなんかデザインにそこから寄せてる理由とか、あの寄せに行こうとしている理由っていうのはなんかどこにあるのかなっていうのが。そうですね、単純に、はい、まあ、デザインが好きっていうこと、はい、あ昔ちょっとなんかあの美術がめちゃくちゃ成績良かったとか、なんか実はデザイン学校に通ってたとか、なんかそのデザインになんか楽しい経験を得たとか、なんかその辺とかどんな感じですか。そうですね、あの L ステップにの少し、L ステップを知る少し前に、スクールがあのコロナ禍で一旦あのホームページ制作会社と契約を切りまして、それも同じように、あ、じゃあもう自分でしないといけないということで、 L ステップを勉強する少し前から自分でホームページを作る勉強をしまして、なんかデザインの方が学びが長いっていうイメージになります。どれくらいですか。2年ほどになります。どのくらいのものを作れるんですか。ホームページをまず、3社分は作りました。でそれはコーディングは外注して、デザインのみの部分です。他にいろんなそのデザイナーさんが、はい、まあ、いらっしゃる中で選ばれるその理由って何ですか。他のクライアントが自分を選ぶ理由ってありますか。いろんなデザイナーさんいらっしゃいますよね、はい、でも私にお願いする理由って何か、自分のデザインをこう違うよとか何かありますか。そうですね、デザインだけで言いますと、こんなデザインができますっていうのは強みではないんですが、私に例えばあのコンサルターの方だったりとか、ディレクターの方がもしお仕事をいただける場合、自分の強みとしては、まあ、その構築ができるっていうデザインが、構築ができる、あとはデザインができる、あと動画編集ができる、音源編集ができるっていう、その全てにおいて、専門的に外注するほどでもないようなものを、まるっと全部、させていただける都合のいい女に。L ステップのデザインを専門でやるみたいな感じなんですか。それを専門にしていきたいんですが、経験としてはホームページと、あと YouTube のサムネイル、ブログのアイキャッチも、はい、作ることができます。あ、そうですね、だから多分 L ステップのデザインってそんな難しいものなのかなっていう。 L ステップで作るデザインっていうのは普通のデザイナーできないような技術があるんですか。デザイン自体は技術的には違う、あの変わりはないと思うんですけれども、その構築者の意図を分かっているので、あの押してほしいボタンを強調したりだとか、そのイメージを合わせるっていうところは、綺麗なデザインを作るだけのデザイナーよりかは使えるんじゃないかなと思っております。ウェブデザイナーみたいな、はい、マーケティングにちょっとかじってるウェブデザイナーみたいな、はい、それで20万稼ぎたい、はい、要は今は何でできないんですか。それがなんかそんな難しい話じゃない気がしたんですけど、なかなか営業といいますか、その自分で仕事を取るっていうところがとても自分では苦手に感じます。それはなんで苦手だと思ったんですか。なんか今お話されてる感じもすごい営業とかもできそうだなと思ったんですけど、はい、あ、とてもないのです。あ、なんでそれ理由聞いてるんですか。とてもないんです。そのどこからが自分でお仕事くださいって言っていいラインなのかっていう、なかなか自分に自信が持てないという性格が一番ダメに。でもここに出てきてる自分自信多分すごい。ちょっとでも、いや、なんで今わかんないですけど、今じゃあこのここにいるのに対して合同で今営業してるじゃないですか、はい、これをあと30回ぐらい似たように、はい、150人ぐらい声かけたら多分20万すごい言うと思うんで、多分それやるかやらないかかなっていうふうに思いました。はい、まあ、ここにいる人に営業されたんですか。じゃあ、 あのちょっと簡単ではあるんですが、ポートフォリオを持ってきたので見てもらってもいいですか。ちなみにあのデザイナーさんって営業するときにポートフォリオをやったら見せたがるんですけど、あんま実は効率的だなと思ってて、要は自分が何できるかを積極的にアピールしたところで、相手にとって必要かどうかをそっちで判断してくださいって話じゃないですか。要は発注者はこれ見て自分のどこだったら使えるだろうって考えないといけないじゃないですか。これはその新規の営業にっていう意味ではあんまり効果的ではないですよ。なんで新規でそのいやなんか紹介でどんなのできるのって言われた時に出せるポートフォリオを作っておくっていうのは大事なんですけど、はい、新しい仕事を取りたいってなった時にポートフォリオをいきなり送りつけられたらそもそもどういう気持ちで何を目的に見ればいいのかっていうところは分かんないと、多分そこの思考、1回の思考がハードルが
大きいんで、はい、なのでもしお取り出したいんだったら、はい、もう一点は加えて、その例えば株元の今の、ラインはこうデザインだけどこういう風にした方がいいみたいなのが個別であると多分手間は3倍になるんですけど、獲得できる率は3倍以上になるんで結果効率が良くなるっていうのは多分あると思うので、はい、の無造作というかランダムで送りつけるっていうのは、うん、それができない新卒とか向けの営業の仕方であって、はい、多分今であればもっと効率よくできると思うんで、ポートフォリオの一番最初に御社だったらみたいなのがあると多分より仕事を取りやすくなるかなと思いました。早速取り入れさせていただきます、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ勉強になります、ね、なんか、デザイナーとして売っていきたいのか、はい、エルステッパーとして売っていきたいのか、なんかラインデザイナーで売っていきたいのかっていうところがあると思うんですけど、はい、なんかちょっと個人的な感想なんです、はい、まあ、いろいろできるんだったらなんか普通にエルステッパーとしてなんかラインとかのデザイナーとかっていうよりも普通にエルステップで構築しますっていうところに、そのデザインも動画編集も、まあ、全部巻き取れるのでみたいな、なんかちょっとそのオールインワンでできるっていうところを強みにして、はい、なんか他の人と差別化するみたいな、方針とかでもいいのかな、まあ、デザインだったらデザイン今1枚いくらとかの話じゃないですか、はい、でもラインだったら、まあ、1構築に対してっていう形で多分そっちの方なんか単価が普通に取りやすいんじゃないかなみたいなふうに思ったんですけど、はい、その辺は どう思いますか。確かに、はいはい、なんかデザインやりたいのか、はい、単価を稼ぎたいのかどっちですかみたいな、どっち優先するんですかっていう感じですよね。はい、せっかくなんで、はい、まあ、ご自身の強みとかも今結構よく分かってないかもしれないんですけど、はい、あえて質問なんですが、はい、どういった方のどんな課題を一番自分は自信を持って解決できると思いますか。はい、ポートフォリオを見せていただくと、はい、まあ、オーダースーツだったり、はい、これは学校なんですかね、はい、とかいろんな、まあ、お教室系とか店舗系とかあるんですけど、はい、ご自身が一番そのあたりの業界も分かっていて、うん、どんなお客さんが例えば、デザインのレスポンスが悪いから私だったらもう 1時間以内に即レスしますよとか、うん、そういった点も含めてご自身が一番価値提供できる方っていうのはどういうことだと思いますか。そうですね、店舗で、店舗様で、店舗もどんな店舗ですか。はい、スタジオとか、まあ、スクール関係、教える仕事であったりとか、例えばインストラクターと事務員が一緒のような数名でしている店舗ビジネスで、まあ、そこの全てをそれこそ、デザインから構築からっていうのがいいかも。はい、あ、じゃあ、質問変えますね、はい、そういった全てを任せたい方ってどんな課題を抱えてると思いますか。ちょっと人が足りない。どんな人が足りないですか。自分受付管理事務仕事、人手が足りない、はい、じゃあ人手が足りないところに対してどんな解決策を提案されますか。Lステップを使って自動で、体験を受け付けたりだとか、入校の手続きだとか、そういう生徒さんの管理を、この延長線上でやってったら私たちいらないかなと思ったんですけど今の営業をしていけばいいんじゃないのかな、はい、なんかそれこそ、はい、うちラインデザイン案件って多分デザイナーにつき100万から200万ぐらいは発注してるんですけど、はい、見た感じだと結構いろんなジャンルでいい感じでやってくれそうだなって思ってるんで、じゃあ平井さん明日からなんか月30万くらい稼働してくださいって言ったら多分達成しちゃうと思うんですけど、はい、達成しちゃったらどうしますか達成しちゃった、仮に達成したらその次の目標ということですか。そうですね、なんか30万円分お願いするんだけど忙しくなっちゃうかもしれないんで、まあ、20万稼げたらいいっていうことですかね。20万稼げたらもう OK その上も目指してはいきたいですけれども、はい、そう見てる限りその20万円は稼げる、まあ、先ほどね堤さんが言われたデザイナーだと思うんですけど稼げてないっていうことなんですよね。はい、それはデザインに多分問題があるわけではないと思うんですけども、うん、その仕事を取るためにちなみにどんな活動されたんですか。こういった交流の場に参加させてもらって、はい、お名刺をお渡しするだとか、うん、っていうのを本当に最近始めたばかり。あ、最近始めた、はい、取れそうなもんですけどね、はい、うん、あとはその価値を与えるっていうことですけども、その、はい、まあ、LINE のデザイナーですから、はい、まあ、直接その何ですかね、その価値を与えられる人って、まあ、その顧客じゃないかもしれないですね。Lステップコンサルタントにとって価値があるっていうところだと思うので、はい、まあ、その
まあ、デザインに行くってことであれば、まあ、そのエルステップコンサルタントに営業するのが一番いいんじゃないかと思いますし、はい、まあ、LINE 公式アカウント、上から順番にあの公式アカウント連絡されていったら、はい、いいんじゃないですか。はい、まあ、そういった行動力あれば別に20万はいけるんじゃないかなと思いますけどね、支援が。20万ぐらいだったらなくてもいけるのかなと思います。うん、僕も普通になんか発注したいなって、初めて平井さんのデザイン見ましたけど、はい、なんかすごいいいと思いました。少しあの、はい、その、30万のお金っていうよりかは、あの、それで、ある程度実績、ある程度っていう言い方は、実績をつけて自分にもう少し力がついたら、音楽のその世界で、本職の方で働いてるので、新人歌手さんとか、最近フリーランスで歌手になられる方っていうのが多いので、そういう方に向けたエルステップ、ファンクラブをエルステップで構築していくっていうのも、最終、ちょっと少し先になんか実現していきたいなっていう要望はあります。なんか、あの、ちょっと目標が小さいなって。営業自体ができずに。っていうところにちょっと引っかかるんだけれども。